皆さんこんにちは。未だ WBC の熱狂の余韻が残る中、今回の WBC2023 では数々の名シーンが生まれました。その中でもひときわドラマチックだった一打といえば、準決勝のメキシコ戦で村上宗隆選手が9回裏に放った逆転サヨナラツーベースヒットでしょう。不振にあえいでいた村上宗隆選手、待ちに待った大復活を日本中の誰よりも胸を熱くして見ていたに違いない女性がいます。なんだこれ、自分が強くなった気分、ハートフルすぎる、ポカポカ。侍たちがサヨナラ勝ちに沸いている中、こうツイートしたのは原英莉花選手です。身長173センチで8頭身というモデル並みのスタイルを誇る美女ゴルファーです。高校生の時からジャンボ尾崎氏に師事しています。それまで女子は弟子にしないと語っていたジャンボでしたが、彼女のスイングを見て考えを変えました。ヒョウ柄のゴルフウェアをたびたび着用するなど、女子プロの中でもひときわ目立つ存在ですと語るのはゴルフ誌の記者です。実力とルックスを兼ね備えた女子ゴルフ界のスター。そんな原英莉花選手が侍ジャパンの中でも特別にフルスイングしているのが村上宗隆選手でした。実は原英莉花選手の行為は一方通行ではないのだそうです。他のライターの方も、2人は人気アスリートとしてテレビでも共演していますが、連絡を取り合うようになったのは知人を介してだそうです。お互いに遠征も多いため会うタイミングも限られていましたが、次第に惹かれ合い交際を始めたと聞いています。昨シーズンはあの王貞治さんを超える56本のホームランを放ち、史上最年少での三冠王を達成しています。村神様と呼ばれ、流行語大賞にも選ばれた村上宗隆選手、まさしく日本を代表するスポーツ選手になりましたが、これまで熱愛が報じられたことはありませんでした。おしゃれに気を使っていますし、運転しているベンツはド派手なスワローズカラーです。ただシャイな性格も手伝ってか、私生活などの余計なことは明かしませんね。年上好きだとは聞いたことがありますとリークしています。中学時代に村上と出会い、同郷で共に切磋琢磨してきた元オリックスの西浦隼人さんはこう語っています。女性に関しては、実は一回もあいつから彼女の存在を聞いたことがないんですよ。僕にさえ隠してきたんでしょうね。昨年の10月上旬に東京都港区のカラオケバー A でデートをしていたのです。個室があってスタッフも有名人の対応に慣れており、プロ野球選手がよく訪れている店ですと語るのは球団関係者の人物です。実はヤクルトスワローズの先輩山田哲人選手などと共に選手御用達の店に行くこともあるという村上宗隆選手。その日はレギュラーシーズンとクライマックスシリーズの間でツアーを休んだ原英莉花選手と二人きりで束の間のデートを楽しんだようです。村上さんと原さんは個室でまったりとカラオケを楽しんでいたそうです。歌の上手な原さんの美声に村上さんも聞き入っていたそうですよ。その後もますます注目度が高まり、村上宗隆選手は多忙を極めていったが、原英莉花選手との交際は続いたそうです。2月に入ると村上宗隆選手は侍ジャパンの一員としてキャンプ入り、一方の原英莉花選手はこの頃、また会える日まで一生懸命歩み続けますねと意味深なツイートを投稿しています。大会が始まると村上宗隆選手はしばらく不調にあえぎましたが、原英莉花選手は彼を応援し続け、あの大復活劇を呼び寄せたのです。本誌は原英莉花選手との交際と昨年10月のカラオケバーでのデートについてヤクルト球団にコメントを求めました。すると球団からは、選手のプライベートに関してはコメントを控えさせていただきますと回答が寄せられました。また原英莉花選手の所属事務所にも村上宗隆選手との交際について取材すると、担当者はプライベートは本人に任せていますとヤクルト球団と同様に語っています。両者とも交際を否定することはなかった。さらに交際報道が出てから、これは匂わせではと思われるツイートの噂が出ていますのでご紹介します。 WBC 優勝直後に、世界一おめでとうございます、心から感動しました、侍ジャパン最高ですとツイート。
こちらは日本中の皆さんがこんな気持ちだったと思うので匂わせとは言えないかもしれないですが、村上宗隆選手が WBC に出場していたので匂わせと言われているようです。 WBC のメキシコ戦での村上宗隆選手のサヨナラヒットで逆転勝ちした時、なんだこれ、自分が強くなった気分、ハートフルすぎる、ポカポカ。こちらも日本中が勇気をもらった瞬間といえばそうですが、交際報道が出てから見ると匂わせと思われるようですね。村上宗隆選手が侍ジャパンの宮崎キャンプに合流した時、美味しいショートケーキを食べていますように、また会える日まで一生懸命歩み続けますね。侍ジャパンの合宿合流した時であることで、また会える日までなのかと言われています。ショートケーキというのは2月2日が村上宗隆選手の誕生日なので、それに絡んでいるのかもしれません。有名なお二人なので話題になるのでしょうね。ネットで原恵梨香選手を調査すると、国籍は韓国なの？という話題が出てきます。原恵梨香選手の国籍は日本です。こちらは公式のプロフィールに記載があるので間違えないでしょう。しかし韓国のルーツがあると思われているようですね。こちらも調べてみましたが、ご両親が韓国人などの情報はありませんでした。国籍が日本とあるので、生粋の日本人と考えて良いのかなと思います。原恵梨香選手の家族構成はご両親と10歳年上のお兄さん、4つ年下の弟さんです。ご両親もご兄弟も情報が出ていないので、一般の方のようですね。お母さんの勧めでゴルフを始め、お兄さんの運動神経の良さが羨ましかったとあるので、スポーツ一家なのかもしれませんね。プロゴルファーとしての経歴は、10歳からゴルフを始め、2015年湘南学院高校在学時に尾崎雅史さん、ジャンボ尾崎に弟子入り、2018年羅針九人ジニア RKB レディースでプロツアー初優勝、プロテスト合格、2019年リゾートトラストレディスでレギュラーツアー初優勝、2020年の日本女子オープンで公式戦初勝利。10歳からゴルフを始めて、高校時代は実力のある美人ゴルファーとして注目されていました。以前村上宗隆選手はテレビで理想の結婚相手を聞かれた時に、綺麗だったら誰でもいいと自分が面食いであることを話していたので、原恵梨香選手はぴったりなのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。